そうだ、すまん。いいよ。そうか。それと、つまり、そうだよ、大丈夫だよ。勇士を。嬉しいな。行こうか。うん。皆さん、止まってください。どうしたんだい、アリス。誰か、来ます。파상검まさか、また元老院で再調整中だった騎士かもしれない。아니사상검은아니겠지하시리안のような別の存在。いや何せよ、正体を確かめないと。私の名は聖号騎士アリス・シンセシス・サーティ。失礼を承知で問う。キコーラの名を教えてはいただけぬか。名前、ほら、あれだよ、あれ。元老長とかが俺たちを呼ぶときに言うあれさ。ああ、僕の名前はカルド・シンセス・トゥエニエイト。リネラゴ・ピジェレゲ죽은애들이구나。そして俺がジャレド・シンセス・トゥエニナイン。カルドにジャレドですね。お二人はこれまでずっとカセドラルの中に。よく覚えていない。ああ、俺にもわからないね。なんだか冷たくて寒かったような気はする。やはり凍結されていたのでしょうか。キリト、彼らを対策本部へ案内するため一度カセドラルを出ませんか。ああ。チェイドリ、살아있다는것은소생수를완성했다는건가。なんだか歯切れが悪いですね。いや、大したことじゃないと思うんだけど。28하고28하고29는リネラゴ・ピジェレゲ죽은애들이잖아。引っかかる？僕はむしろ覚えやすいけどな。ほら、リネルとフィゼルみたいでさ。あ、そうか。え、な、何が？こいつらの番号、トゥエニエイテとトゥエニナイン。まさしくリネルとフィゼルの番号だ。どういうこと？番号が被るなんてこと。思い出せユージオン、あの二人の話を。二人はどうやって聖号騎士になった？蘇生術の実験を生き残って、天職を選べと言われて聖号騎士を指名して、現役の聖号騎士を殺して代わりに騎士へ。蘇ったのですね。ああ、そうじゃなければおかしい。リネル、フィゼル、リネル、フィゼル。印象深い名前だよな、ルド。絶対に忘れないさ、レド。僕らの使命を奪ったんだ。聖号騎士という使命を。俺もルドも嬉しかったんだぜ。天界の記憶こそないけどさ、きっとその頃から楽しみにしてたんだと思うんだ。もしも地上に召喚されたら、聖号騎士として自分の力を示すんだってね。あの二人に邪魔されるまでは。얘들은이름끝에두글자로부르는친한사이네요。레드하고르드。네아んたらもそうなんでしょ。俺とルドから聖号騎士という役目を奪いに来たんでしょ。카페텍스처이바닥텍스처가덜로딩된것같은데。うるさい。もう渡すもんか。장검쓰네요。얘는양손검。俺たちの名前も騎士である誇りも絶対に渡さない。戦うほかないのですか。ああ、俺たちはここで止まるわけにはいかない。사실5レベル밖에안되잖아。
밀려버렸네. 누가 밀은 거야? 신호님 밀었나? アドミニストレーターだっていうのか。これはこれは救世主様に薄汚い滞在人、それから騎士人形の皆さん、素晴らしき共演にお集まりいただき誠に感謝いたします。走り屋貴様、お前がやはり最高司祭様を。我が母上、皆が祝福していますよ。美しいあなたの目覚めを、あなたの完全なる統治を。支配、私は全てを支配。제대로살아난게아니네。愛する、私は何。何か様子が変だ。あれは本当にアドミニストレーターなのか。母上、最高司祭殿に息子などいないはずだがな。そうですね、母上の清らかで美しい母体には何者も宿るべきではないでしょう。特に汚れた血脈を持つ私ごときは、母上の体から生まれることなど許されるはずがない。走り、お前は一体。그러면서카메라잡아주는곳이。何ているんだ。このアドミニストレーター何なんだ。おそらくは蘇生されたミニオンです。だが、これまで見てきた者たちとは明らかに違う。そう、まるで意志がない。記憶が混濁しているような。答えろ、ハシリアン。お前が一体何をしたのか。HP が충분해야뛰울텐데말이죠。黙れ、この大罪人が。なんだ。うるさいな。얘도버그걸렸어。お前の声は耳障りだ。ただでさえ薄汚い大罪人がこのセントラルカセドラルに来たというだけで胸クソが悪くて仕方がないというのに。ああ、身の毛がよだつ。母上を殺した大罪人が母上と同じ空気を吸っているなど、ありえない。冒涜だ、耐えられない。今すぐにでもその拷問な生態を潰してやりたい。お前、背負い질이있는데왜。お前に対して冷静さを演じるのに必死だった。その醜く暗い剣を見るたび、全て壊してやりたくてしょうがなかった。俺がアドミニストレーターを倒したから。そうなのか。一体何度お前をこの手で苦しめ抜いて首に殺す夢を見たことか。ただ殺すだけでは満たされない。その目玉も内臓も全てえぐり出した挙句、無限に続く痛みを味わわせてやる。そうやつやつと死ぬことは許さない。終わりなき拷問の果てに自ら死を望むまで苦しませてやる。ですが、私はお前のことが少しだけ好きなんですよ。え、なぜならお前は私に千載一遇の機会を与えてくれた母上を蘇らせ、私だけの母上にする機会をね。キリアとメディナとキルと3名잡혔었는데。あの者たちは一体誰。取るに足らない存在だから忘れてしまったんだね。大丈夫だよ、僕が思い出させてあげる。この者たちは母上を殺そうとした滞在人なんだ。滞在人、まだ安定してないからしょうがないね。얘는자기만의あなたならばわかるでしょ。마망을만들려고하는애였군요。あの者たちを殺さないといけないんだ。せっかく目覚めた母上のために必要なことだよ。貴様、何を言っている。さあ、滞在人ども、その真意を持ってほふってください。最高司祭アドミニストレート様。チャーヤス、行くよ。
찍었는데 스킬 때문에 안 보여. 오미노토. 過去には母上を倒した大罪人というだけあって実力は確かですね。양산형어둠인가봐요。倒したものの、なんだこの違和感は。何かが明らかにおかしいぞ。アドミニストレーターが死んだのに、なんでこいつはこんなにも余裕なんだ。もしや、そんなことを考えているのですか。アシリアン、お前。図星とはまさしく傑作ですね。お前が母上と呼ぶ最高司祭を倒したんだぞ。なぜそんな風に笑える。そうですね、あなたは仮に大切にしていた泥人形が壊れたぐらいで涙を流しますか。ミニオン体であるから問題はない、そう言いたいのですか。本체가아니었어。ええ、新しい肉体は壊れてしまいましたが、母上の心は壊れたりなどしない。それにこんな泥人形はあくまでも仮、母上の心を入れるのにふさわしくありません。新しい肉体仮。それじゃあフラクトライトはどこに。フラクトライト、ああ魂のことですね。そんなもの今の母上には不要なのです。肉体さえもこの巨大な木で作ったただの物質、オブジェクトに過ぎませんからね。それなら、ただのオブジェクトが一体なんで動いてるの。かつては母上に忠誠を誓い裏切り者へと成り下がった下劣な騎士たちの協力があったからこそですよ。정학기사애들에게서聖護騎士ディプリージュ풀을때그때나왔었죠。そういえばあなたが聖護騎士から奪っていたのは最高司祭様の記憶情報だった。메디나가자꾸이마가아프다고하는언급이있는거보면은메디나에게도파이에티모듈이심어져있는것같은데기억정보などと淡白な言い方はしないでほしいですね。母上を動かすのは聖護騎士が抱く最高司祭様への憧憬の思い、そして愛です。또여기서사랑。아아이聖護騎士の記憶の中にある思いや愛を集め、母上の意識を再構築したんです。新ポギョ生産だね。それってキリト君を目覚めさせた方法と同じ理屈なのかも。だとしても復活したアドミニストレーターはすでに倒れて一度完全に肉体は失われたはずよ。そうよ、その時にハーシリアンが作ったアドミニストレーターの意識も消滅したんじゃ。お前は今のアドミニストレーターにフラクトライトは不要だと言っていた。だが意識や人格は必要だとなれば、フラクトライト魂と同じ役割を果たす別の何かにアドミニストレーターの意識を作った。そんな、人の魂と同じ役割を果たすものなどこの世に存在するというのか。メインビジュアルライザー。魂という概念、そんなものに縛られるなど非常にちっぽけですね。人の存在は魂などという矮小なものによって定義されることはありません。그럼뭔데。なんだと。お前ならば理解できるのでは。何せその真意によって異界での姿を再現し母上を倒したのですから。片時たりとも私は母上を忘れたことはなかった。잠시소드아트온라인시절그때복장으로돌아갔던거그걸말하는것같은데요。すべての思い出を再生する。たとえ母上の魂が砕かれたところで母上は消え去ることなどない、私の中で永久に存在し続ける。お前の言いたいことはわかる。だが今俺が聞きたいのはお前が何を利用したかだ。察しの悪い滞在人ですね。いいでしょう、もう少しだけ手助けをして差し上げます。母上の記憶は母上自身の魂を失ってもなおある場所に構築され存在している。だから肉体が一度破壊されても再び同じ記憶で復活できるのです。백업이있다이말이지。
魂、ブラクトライドに代わる別の記憶領域、まさかメインビジュアライザーだな。ほう、そういう名前だったのですか。母上からはより強大なる記憶を貯める場所と聞いていたのですが、ご名答。母上の意識は今そのメインビジュアライザーにあります。メインビジュアライザーに意識って一体どういうこと。フラクトライトを持たない飛竜や守護竜、シャーロットと同じだ。彼女たちはフラクトライトを持たない代わりに意識や思考をメインビジュアライザー内に持っている。待ってよお兄ちゃん、理屈はもちろん分かったよ。でもそれって、ああ、奴は死人の意識と肉体を無理やり作ってそれらをつなぎ合わせて動かしているんだ。そんなの死者への冒涜よ。何がおかしい。冒涜的な振る舞いを行ったのはお前の方では。この世界における半身である母上を殺し、異界から来た身でありながら身勝手な正義を語り、母上が統治する世界。優位素、완벽한優位素자세、변호사해도되겠네。母上は誰よりもこの世界を深く愛していたというのに、その思いを踏みにじった。그러니까정확히메인비주얼라이저가하드라고해야되나아니면은램이라고해야되나。あなたたちは大きな勘違いをしている。この計画の発案者は、컴퓨터로치면어느부품에해당하는가그걸정확히모르겠으니까。まさか。そう、私の愛しい母上です。私は眠っている意識の中で母上の真意による声を聞いた。あの美しい声に呼びかけられるのはいかほど久しいことか。母上は私に記憶を貯める場所や魂の存在、そしてこの復活の計画を教えてくれたのです。왜계속어둠이누워있는채야좀새로워져야지。元老院統括代理を名乗るのには好都合でした。眠っていたということは、つまりお前も凍結されていたのか。オルティナのすごときに語るようなことでもありませんが、そうですね。しかし母上はまた私を目覚めさせてくれました。復活の理屈は大まかにですが理解しました。ですが計画がうまくいっ、スティム에서도어둠이관련해가지고옷입고있다고막불평하는사람들도있고。아気になっているのはそこなんですね。確かに今の母上はあなた方の知り合い。ビロン직원은인기가많아요。ああ、奪った記憶でアドミニストレーターの意識を構築したはずなのにな。言ったはずです。まだ不安定であると。この中途半端な泥の肉体では意識との接続がやはり難しいようですね。何体も試しましたが、私が腹話術をした方がよほどマシなのです。そうだ、救世主様、복화술수준이아니라성대모사였어。私の名言を聞きますか。まあハーシリアン、あなたはいい子ね。本当に可愛いわ。いや、황제생각나게。なんてね。僕が欲しいのはこんな偽りの言葉じゃない。お前一体何を言っているんだ。母上が呼んでいる。お人形やあなたたちの相手をしている場合ではありません。ヘルベンの上を飛ばしていた。あなたたちの相手はこの先の人がしてくれますよ。うるさくて醜くて昔から鬱陶しいと思っていましたが、意外と使えるものですね。ん？누구들을말하는거야？待て、アドミニストレーターが呼んでいる。どういうことだ？追っていこう。누가상대해준다는거야？そんな。ああ。まさか。キリト。行くぞ。